寿司ネタの王者マグロ。隠し包丁を入れてから少し待つ。油のとろけ具合を見極め握る大トロ。だし醤油に1分つけ、ねっとりとした食感と濃厚なうまみを引き出した赤身の漬け。トロと赤身に合わせるのは赤酢を使った黄金色の寿司飯です。2019年1月11日、祇園の北側を流れる白川のほとりに一軒の寿司店が誕生しました。寿司楽味です。カウンターの正面に掲げられた一貫の文字。一つの道を貫き、寿司一貫一貫に真摯に向き合う、そんな思いが込められています。今回の主人公はこの店を任された若き握り手、野村和也さんです。野村さんはマグロの握りを出すタイミングから逆算して40分前にご飯を炊き上げ、赤酢を合わせます。赤酢は淡路の藻塩、昆布、サトウキビ由来の甘みを加え3日間寝かせています。ご飯の粒がまだ少し固く、赤酢の酸味が立った合わせたて、ほんの一口、海苔と一緒に、いわば今日使う寿司飯の顔見せです。そのマグロに合った、シャリというのが、赤酢で、その赤酢でマグロを食べてもらうっていうのが、この絶対もう江戸前の、はい、寿司だと僕は思うんですね。野村さんは18歳から6年間東京の寿司店で修行し、その後料理人としてのステップアップを目指し、京料理の世界へ。20年以上連日満席を続ける割烹祇園佐々木の佐々木博さんに弟子入りしました。祇園佐々木のスペシャリテもトロや季節の魚の握りです。僕は初めてお寿司屋さん行った時に、手で食べる、おまけにすごく清潔感がある、それを食べた時に僕はもう感動しましたね。こんなうまい、まあ、今で言うこの年になっていう粋な食べ物やなと思ったんですね。いつか寿司の店を開きたい、それは佐々木さんの長年の夢でした。そんな折、名乗りを上げたのが野村さんでした。まあ、この寿司屋を大将に任されてやっていく中で、やっぱり自分のカラーにやっぱり染めないといけないと、まあ、僕東京で江戸前を習ってきたんですけど、まあ、江戸前と、まあ、こちら関西、また全然寿司の文化が違うんで、せっかくこっちでやってるんで、どちらも取り入れたものを出したいっていう、はい。朝8時、野村さんは師匠佐々木さんと共に魚の仕入れに出かけます。佐々木さんの元で6年間魚の目利きや下処理、調理法について学んできました。さらに野村さんは今回の寿司楽味の出店に向けて、2017年の夏から1年間佐々木さんの口利きで東京銀座にあるミシュラン三つ星寿司吉武の板場に入り、江戸前寿司を学んできました。江戸前寿司の花といえばマグロ。野村さんはマグロの握り3種類をメインに据えたコース1本で勝負します。まず一品目に出すのは今日の冬の味覚、かぶら蒸し。祇園佐々木と同じ一番だしを使います。そして作りを少しずついろいろ。この日は軽く昆布締めにした対馬の白甘鯛、寿司吉武直伝のアワビなど酒のあてが続きます。握りまでにおよそ10品。人と一緒で全部違うんで、魚も一匹一匹、なんか脂が薄いとか濃いとか
どう使用して、まあ、時には酢で締めたりとかいろいろ考えながら、この瞬間が一番楽しいですね。そしていよいよ握り、ほんのりと人肌の温かさになり、赤酢の酸味がこなれてきた頃、一貫目、マグロの赤身の漬けを握ります。もうちょっと酸っぱいんですけど、明るい。でも、ものすごく落ち着いてますよね。これ、さっきの食べた時。金目鯛やイカ、サヨリなどには、酸味と香りがマイルドな米酢を使った白い寿司飯を合わせます。そして再び、赤酢の寿司飯で中トロ、大トロを握ります。1月10日、開店前日の夜、佐々木さんが野村さんの寿司コースを初めて試食しました。野村さんが4貫目に出したのは小肌。江戸前寿司ではマグロとともに最高級のネタと言われています。野村さんは関西では珍しいこの小肌の握りをマグロに並ぶ目玉にしたいと考えていました。ねっとり感がないな。パサつき感があるな。小肌を別に、目にかなわへんやったら出さへんかっても僕はいいと思う、うん、それやったら今日はサバのあれパーに食べよかったかもな、ね、はい、江戸前の文化の一つである寿司を京都に持ってきた時に、江戸前100では僕は絶対無理だと思うねんか、はい、ここここここっていうのは野村の寿司にせ、はい、だからあなたに宿題を一つ与えます、はい、今ちょうどサバがうまい時やから、はい、サバで京都と、はい、江戸前と、はい、融合させたような寿司家に行ってみ、はい。野村さんは佐々木さんから出された宿題にどう対応するのでしょうか。京都市中央卸売市場、朝8時、寿司楽味野村さんの姿がありました。関西人の好きなサバをどう自分流にアレンジするか、野村さんは試行錯誤を重ねました。1月27日、開店から2週間、江戸前寿司を教わった東京銀座の寿司吉武のご主人、吉武さんが食べに来てくれました。コースの最後に出したのがサバを使った新しい棒寿司。すいません、手渡してごめんなさい。お願いします。すごく悩んだんです。本当に関西の人はすごいサバがうるさい、好きなんですよ。で、なおかつ江戸前で勉強させてもらって、どちらもちょっと取り入れたいなと思って、だったら2人のところをちょっと融合させたものを出そうかなと思ってこれになったんですけど、野村さんは東西の両師匠のテクニックを融合することを思いつきました。寿司飯はみぶなとごまを合わせた佐々木流、かんぴょうとみょうがの甘酢漬けを大葉と海苔で巻いて芯にする吉武流、これを塩と酢で締めた肉厚のサバに合わせ、カウンターでの見せ場として焼いた炭で直接焼き目をつけ、炙りたての海苔で挟みました。うまい。いや、これ、京都の人受けるよ。本当にシンプルなんですけど、うん、はい、焼かなければ結構すごいいいかなと、うん、そのままでいったらいい。はい、和也が融合させたいっていうようなこの集大成に関してはいいんじゃないかなと僕は思います。あとはこれから、まあ、兄貴も言っているように自分の形を作ってやっていくと、やっていけば必ずなんかこうすごくいい店になると思います。だからこれからもいろんな自分なりの工夫をして、はい、まあ、兄貴のバックアップも借りて、はい、あとみんなの応援もあるんで、はい、まあ、
お互いにやっぱりこういろんな意味でね付き合いを縁を持ってたんで頑張りましょう。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。まあ、もっと良くなるように、うん、はい、毎日精進します。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。野村和也さん、31歳、東京の寿司店で6年、祇園佐々木で6年、寿司吉武で1年、貫き通してきたのは寿司への思い。寿司楽味、野村劇場の幕は上がったばかりです。